アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。新しいデラックス、新しい新機体が発表されました。ボリューム56、がボリューム56ガンダムです。ガンダム G オリジン、ガンダム G オリジンバージョンのやつらしいですね。はい、やっぱエテポンゲといえばガンダムなんで、はい、連邦1の F 連1のガンダム使いというわけで、これはもう何としても当てなきゃいけないって思ってるし、もう本当これでやっとガンダム、本当のガンダム編成、最後のピースがやっとこれで揃うと、そう思っております。間違いなくね、もうこれデラックスガシャコンチケット10枚しかないんですが、まあ、間違いなくもう当たります。これははい、まあ、当たる設定です。設定6です。はい、なんで、とりあえず10連欲しい、すぐ欲しいんで10連回します。いきます。ちょっと課金するわ、課金するわ。明日仕事終わりにまた3000円分買ってきます。はい、あと10連ね、あと10連回せば当たると思うんで、3000円ちょっと買ってきますわ。ちょっと練習しとくわ。今3000円分ください。違うな、これ3000円分でよろ、違うな、ウェブマネー。はい、てなわけで、今回はこのガンダム G オリジン3機とあと、強化型ダブルゼータガンダムで、出撃しようと思います。はい、ガンダム G オリジンです。いきます。はい、本日の戦場はシャングリアです。はい、僕のね、僕の G オリジン、 G オリジンガンダムで、凸とか決めるわ。欲しかったなあれ、ほんと内臓のなんか、今回のそのGオリジンガンダムは内臓武器が豊富で、ほんと優秀な機体です。前から言っている通り、内臓武器というのはこのゲームにおいて最強の武器となっております。内臓っていうだけで最強の武器となっております。ほんと武器の持ち替えっていうのは例えばそうだな例えば
朝起きて、朝起きたとして、デポンゲリハプティズム、いきまーす。あ、初動は BY で、突を狙って、邪魔をするな。突狙っていきます。あ、中央ちょっと少ないかもしらん。あー、もうバッ、落ち着け、大丈夫だ。さ、落ち着け、大丈夫、全然大丈夫。これぐらい、たかがメインカメラをやられただけだ。よしよしよし、あー、切られた。まだいける。もう一回、あ、来たー。いけー、とどめだ。もう一回、おらー、よーし、よし、とりあえず A の防衛は大丈夫。そして1を取られるわけ、1を取られるわけにはいかないか。そこ、やめて、一番だ。いや、はい、今のは良くない例です。良くない例です。今のが、よし、またギャーギャー騒ぐだけのプレイングになってないか。もうそれ卒業したから、僕ギャーギャー騒ぐだけの、はい、しゃ、エテポンゲステップ。今回ちょっと高コスト機が多いので、できる限り無駄死にはしない。エテポンゲステップ、盾を構えるんだ、援護してください、一回回復に戻ります。エテポンゲ戻ります。リペアポットをやられるわけにはいかない、止めろ。よし、A は大丈夫。やはり中央を警戒すべきですね。よし、頼む、手伝ってくれ。これ戦略兵器、戦略兵器とか出したいな。あと1分ちょっと、僕がこのオリジンで、Y とどめさしてくるわ。このオリジン、それはさすがに得てでも見切れるわ。そんな、ナイスだ！チームワーク、俺たちはチームワークで攻めよう！ナイスチーム。よし、
あ、もうここまで来たら核置けてるじゃん、ここも。もう核置けている。お前は殺す。いや、よし、よし、核いける。ちょ、あ、ワイフ、わぁ、割れてる。 X か、 X、 X。 よし、次は北側を、北側を押すぞ。俺に続け。来てる。うりゃあ、通すなよ。あれ見失った、見失った。初めの一手だ。うりゃー、出てこなければ倒さなくて済んだのに。後ろ気をつけろよ。俺を倒したい。じゃあガンダムオンラインやろうよ。後ろ気をつけろよ。一時対決、一時対決。やっぱ俺いかん、いかんの王は伊達じゃないわ。いかん王は伊達じゃないわ。いかん王。足回せろ。出るぞ。うらぁ、見え見えなんだよ。見え見えなんだよ。見え。よし。あったぜ。ちょっとこれぐにゃぐにゃごちゃごちゃしてるから今。あ、ちょっと B に、B にエース来てる。対応して、対応して。下から行くか、下から行くか。俺が切り開くから、ついてこい。エテポンゲシールド。なんやお前、なんやお前クセ。エテポンゲ勝った。よし、今日はなんか新技がどんどん、新技が溢れ出てくるわ。新技が、俺の新技。あ、これちょっと待ってよ、逆にこれちょっとみんなに Z トーツ見せるチャンスかもしれない。 Z トーツちょっと見せるわ。ここの Z トーツのルートお教えします。罰も打たないでやられるわけにはいかないんだよ。こっちからここがね、ここが通れるんですよ。ここ通りまして、うわうわうわ、これ以上好きにさせない。うわする地点を選んでください。二度といかん。行くぞ。いや、一緒やってろや、あそこで。陰キャ野郎が。私の攻撃やってろ、あそこで。引きこもって、そんなところにずっと、じっとして。そんな。てらー。やっべ。また今日もうるせえ実況になってな。うりゃあ、左に、左に赤いのがいる。左に、味方、味方だったの今の。
ゼータ、ダブルゼータガンダム大事に。あれ味方の押し込むよ。あ、ジオが行った、ジオが行った、あぶねえ。なに、手伝わせてください。気を悪くしないで、私にもやらなくてはならない。オッケーオッケー、ナイスナイス。一回帰るか、一回帰るか、一回帰ろう、一回帰ろう。ダブルゼータガンダムは大事。僕の唯一の当たり期待、僕の唯一の当たり期待。こいつ本当強いからな。すまないね、退避させてもらうよ。こんな情けない。これわ、 X 通ってるやん、やるやん。わ、抜かされた、やばい。ちょ、俺が1位、俺が1位だ。俺が1位だ。期待が言うことを聞かない。敵を倒して何が悪い。あ、すごいすごい、ここすごい勝つだ。あ、もう逆にもう南もうダメですね。もう突いけねえわ、あれじゃ。よし、あー、こっち側も大変だ。ちょっと上上がろう。あ、な、瀕死瀕死。逆に上キワキワから行くか、下側ちょっと結構防衛が湧いておりますので、このバラに近づけ、必ずや敵を沈めてみせよ。こっちから行くわ。あ、こっちもいっぱい湧いてら、一気に突っ込むか。ダブルゼータのスピードなら、あ、やりました、我が軍の勝利です。はい、まあ僕がね、もう突行くまでもなくでしたね。はい、アピアピっていきましょうね。ちゃんとちゃんとアピっていこう。いかんいかんランキング1位の、いかんランキング1位のね、アピアピをしていこう。どんどんアピ。2万も殴って最初がやっぱすごかったね。初動の突が決まったのがでかかったな。もう初動の凸だけで400ポイントぐらいいってましたんで。はい、よし。てなわけでね、また勝者に、戻りましたので、また、次から、第2シーズンアムロ風実況第2シーズン、盛んの王誕生ということで、次の第2期はそういう感じで、やっていきます。はい、まあ、一応ね、
ガンダムの、オリジン機、明日3000円分買ってきて、もう一回ガシャコン回しますんで、しっかり本物のね、本物のあのオリジン機を、ここに混ぜて、で僕自身もガンダムになって、あの真の新ガンダム5機編成をお見せしようと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。